丘の上の本屋さんって、丘の上の本屋さん、イタリア映画になるのかな。丘の上にある本屋さんにいろんな客が来て交流するって話だけなんですよ、縦軸は。それで一番の多分メインは村にある本屋さんに子供がやってきて、この子供っていうのが移民の子なんですよ。イタリアに来て6年目だっていう移民の少年に、じゃあこの本読んでみなって言って貸してあげるんですよ。ピノキオとか星の王子様とかで交流を深めていくっていう縦軸があって、その他にも隣のカフェで働く人が女の子とうまくいくか相談乗ってきたりとか、新婦が訪ねてきたりとかで、いろんな客が本屋に来てちょっと話すっていう話。ちょっと話す、たわいもないこと。でも映画好きの人にこの話だけ聞いたらバカ野郎って言われるかもしれないけど単純に言うとそういう話なので、本当にそんなに激しいストーリーもないし、淡々と進むからちょっとうとうとしちゃったんだけど、まあほんわかしたいい話かなっていう。これが結構じわじわと来てるらしくって話題になってて、ユニセフとかも絡んでて金出してるらしいんだけど、ハートウォーミング系だ。そうかな。でイタリアの古き最も美しい村を舞台にみたいなことが書いてあるから、こういうの好きな人は好きなんだろうなっていう。いわゆるこのお客さんが来てこの本を勧めて、そこから話どう展開するんですか。読んだよ、どんな本だったって話して、じゃあ次これねみたいな。ほー、それ全然想像がつかないな。で監督曰く、最近いろんな映画が作られてて、特殊効果を使ったりとかバイオレンスの多いそういう映画がばかりで、人間の優しさや自分以外の人に対する愛を語っているものが非常に少ないと思ってました。で最近イタリアって外から来た人たちを自分たちとどうやって一体化していくかということを問題を抱えているらしい。イタリアが要は移民来た人に対してどう接するかってことをが問題視されてる国だから、日本に近いのかな、なんかそういうのは、そういう考え方って。で映画を通してそういったことを話題を語りたくって、こういう話を作りましたっていう動機らしい。この話を作った。まあね、全く、何も事件起きないですよ、もうネタバレなんだけど、おじいちゃん死んじゃって、で子供が返しに行くんだけど、おじいちゃん死んじゃったよって言って、なんか手紙見て終わるんだけど、まあ、一応そうやって終わりはなんかダラッとは終わらないっていうか、これすごい良かったって言ってる人いっぱいいるし、だから良くないとは全く思わない。ちょっと見てみたいな。